フィリップ・ハルカーソン・ボーヒーズはアメリカ海軍の士官で米英戦争に参加し、後に東インド艦隊の司令官となった。ボーヒーズは1792年にニュージャージー州ニューブランズウィックに生まれた。1809年11月15日、士官候補生として海軍に入る。米英戦争勃発後の1812年10月25日、 反送フリゲートユナイテッドステーツの上院として、英国海軍のフリゲートマケドニアンを打ほした。1814年4月28日には、反送戦闘スループピーコックの上院であり、またもや英国の戦闘スループエパービア HMS、エペルビエを打ほしアメリカ合衆国議会から勲章を送られている。1814年12月9日には大尉に昇進。 1828年4月24日に中佐に昇進。1838年2月28日には大佐に昇進した。1842年、新造のフリーゲートコングレスの艦長に就任し、地中海に向かった。続いて、1843年12月には、ダニエル・ターナー大将のブラジル艦隊に配属された。当時、アルゼンチンとブラジルはウルグアイをめぐって、 紛争中であり、また英物も介入していた。米国は、この紛争から距離を置いてはいたが、貿易保護のため南米に艦隊を派遣していた。1844年9月29日、ボーヒーズはモンテビデオ沖でアルゼンチンの武装スクーナーを打破した。この行動は、やりすぎであり、米国とアルゼンチンの関係は悪化した。このため、ボーヒーズは1845年に、 軍法会議にかけられることになるが、結果は無罪であった。数ヶ月の禁止を経て、1847年には、ジェームズ・ポーク大統領により、軍人としてのすべての地位、権利を取り戻した。1850年、東インド艦隊の司令官となり、機関の戦闘スループプリマスと共に、アジアに向かう。1851年に帰国。1855年、 予備役に編入。南北戦争勃発時に現役に復帰するよう要請されたが、数ヶ月後の1862年2月26日にメリーランド州アナポリスで死亡した。ありがとうございます。